さっきのアロタセコケチ。幼稚園のお迎えで子供が出てくるのを待っているとき、なんとなくそのあたりにいたママたちと春休みの話になった。うちは週末に高校生と中学生の甥っ子たちが来るから、おやつにピザでも注文しなきゃいけないかな、あわらなんて笑って話した。そしたらその中にいた特に親しくもないママが、ピザってピザーラ？ピザーラにしなよ。今ポケモンのグッズがもらえるんだよ。うちの子がそれ欲しがってて。でもうちピザって誰も食べないから注文してももったいないんだよね。私さんちがピザ好きならちょうどよかった。ピザは私さんちで食べてくれていいよ。ポケモンだけうちにくれればいいから、とても上品な感じで言ってきた。一瞬、ん？ピザ代はそのママさんが払ってくれて、ピザはうちにくれるってこと？と思ってしまうくらいの、なんていうか、お互いそれなら得よね？感が満々の言い方。私も言葉に詰まって、どういうこと？と聞き直すと、そのママは超満面の笑顔で、だから、ポケモンのピザを注文して、ピザは私さん家で召し上がってくれていいよ。うちはグッズだけでいいから、ね。と当たり前のように言う。私が、代金はうちだよね？と確認すると、ママは、なんでそんなこと言うの？という顔で、何言ってるの？私さん家が注文するんだから、そんなの当たり前じゃない。だと、100歩譲って、ピザーラでポケモングッズをもらったら、譲ってくれない？というような言い方だったらわかるけど、なんだあの言い方は、わらわら。うちドミノピザのテイクアウトを注文するから、他当たって、と、笑いをこらえながら言うのが精一杯だったわら。ピザーラ、ピザーラが美味しいよ。ピザーラー、と焦ってたけど、知らね。